アンドレス・エデュアルド・フェルナンデス・モレノは、スペイン・ブルシア出身のサッカー選手。ポジションは GK。s d ウエスカ所属。RCD マヨルカのカンテラ出身だがトップに、昇格できず2007年に CA を指すな A 席。10月27日の UD アルメリア戦で、正 GK のリカルド・ロッペスが、出場停止で代わりに出場した、不安エリアが50分にレッドカードで、 退場処分を受けたため、トップチームデビューした。ただし、リカルドから定位置を奪うには至らず2010年に s d ウエスカへレンタル移籍。ここでは、定位置を確保し、31試合に出た。復帰後の2011年8月27日のアトレティコマドリードとの開幕戦では、リカルドではなく、 アシエルリエスゴがスタメン出場したが、前半に負傷退場したため交代出場すると、その後は試合終了まで無失点でしのぎ敵地で0から0のスコアレスドローに持ち込み勝ち点に位置を得た。それ以降はシーズン終了までレギュラーを守り抜いて、全38試合に出場。6期ぶりの一桁順位に貢献した。2014年7月30日。 プリメーラリーガの FC ポルトに3000万ユーロで移籍し4年契約を結んだ。しかし長年ポルトの政治家を務めるエウトンからポジションを奪うことができず1試合の出場に止まり、2015年7月17日にグラナダ CFA、2016年7月25日にはビジャレアル CFA レンタル移籍。ありがとうございます。